番速いノンストップ列車は東京長野間がわずか79分です。時代を戻して考えてみれば、アップ運転の始まった頃の横川軽井沢間の所要時間、東京と長野が結ばれていることになります。技術の進歩を改めて感じ取っていただけることでしょう。EF63 は峠から到着した列車から解放され、構内の外れに引き上げていきます。蒸気機関車によるアクト運転に始まり、一番型 ED42 型などの電気機関車を経て、さらにアクトから EF63 の粘着運転へと、常に峠への挑戦で明け暮れた横川軽井沢間、通称横軽の碓氷峠も、平成9年10月には長野新幹線の開業により、104年の歴史に幕を閉じてしまいました。